支えられてる時点で 53.19 なんで確実にオーバーですよ。だから正確な体重は測れない、触ってるから。まあほとんどそうです。これどうですか、フェールドボーイが測れてないですよね。支えられてるということで正確な体重が測れないということだと思うんですけども、どうでしょう。無理です。あとこうダミン君がちょっと今フラフラな状態に支えられているので、では心拍数を抜いているようにちょっと説明をお願いいたします。はい、ダニエル選手、かなり脱水症状の状態で自立ができない状態です。で今、セコンドは、試みて一人で立たせようとしましたが、セコンドの手が離れると倒れてしまう状態で、正確な体重が測れません。ですので、今のところは形状が、パスできない状態ということになります。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、中コーナーの中田大志入場。52.5キロクリアです。もう一度分かってみますか。何をしてもう一度分かります53.9キロ、軽量オーバーです。 53.9 キロで軽量オーバーとなります。では撮影をしますので、はい、コメントでは高田選手コメントをお願いします。